ピスト6の T シャツ着ていただいてありがとうございます。はい。フラッシーの T シャツ買ったんですけど、ちょっと今洗濯中で。あの、その後ろは自転車部屋です。あの、お、ちょっとだけ開けていただくこととかって可能だったりするんですか？いや、ちょっと、汚いんで、ちょっとあれかもしれない。あ、すごい。あれ見えますか？はい。ホットマイクとか置いてあるんですけど。すごい、めちゃくちゃ広いですね。ちょっと汚いんで。はい。And it's time! Pist 6 Cup 2第12レース決勝戦がスタートしました。さあ、この6名の中で Pist 6 Cup 2優勝者は誰になるのか、最後まで目が離せません。このスタート順いかがでしたか？そうですね、大家さんも一番ちょっと契約会してたんで、大家さん後ろにいてくれたんで、すぐ後ろからかましてくることはないなというふうに思ったんで、並び順はすごいいいなと思いました。で、動くならこのメンバーならやっぱ野中さんずっともう出来出してたんで、はい、野中さんと大家さんがもう警戒してました。なんか考えてたこととかあります？いや、もう緊張、そうですね、レースのパターンも考えてたんですけども、緊張でちょっと、はい、頭飛びそうでした。さあ、第4コーナー回ってきて、4番ブルーの野中選手が動くか。さあ、ペーサーが外れてペダルオン、レースが加速します。ここで野中さん来たんで、大家さんとか近藤さんあたりをもう引き連れてきたら自分も一緒に出ようかなと思ったんですけど、野中さん一緒だったんで、これは出して中段のぐらいの位置取れるなと思ったので、一瞬野中選手の後ろついていこうとしたけど元に戻ったというふうに。はい、もう一社だったんで、あ、出した方がいいなというふうに思って。中島選手的には3番手にいるのが独策と考えてた、ね、そうですね、もう後方に置かれたりするのが一番怖かったので、もう前々で勝負したいなというふうに思ってました。でもうここで大家さん動いてるの見えたんで、はい、もう大家さん合わせる形で出ようと思って、この辺りから踏み込みました。中島が走る、後ろには6番グリーン田中がいるぞ。そうですね、自分もできてすぐだったんで、まだスピードもそんなに落ちてなかったので、ここでは来れないだろうなというふうに思ってたので、もうこの直線からバックにかけては、はい、流しながら走って、もうこの2コーナーあたりからは全開で、いや、もういるのは分かったんで、すごいずっと 怖かったですね。もういつもよりも足に来てて、この辺りでやばい、刺されるかなというふうに思っずっと思ってました、ね、もうこの辺からも全部全開で、この肘開き始めたぐらいから足は限界でした、ね、まさにここですか？ああ、そうですね、この辺からもういっぱいでしたね、足は。ここからも気持ちですかね、気持ちで踏んだ感じです。ラストいくぞ、どうなる、フィニッシュ、1番ホワイト中島しよう。ゴールの後何かを言っているような気がして、ちょっとこのまま見て、なんか言ってるんですかね。みたいな。ちょっと吠えちゃったかもしれないです。ちなみに、あの、このレースで勝敗を分けたポイントってどこだったと思いますか？やっぱ2周のところで大家さんの仕掛けを合わせたところで、で、野中さんを叩き切った時点でも、はい、そこがあれだと思います。大家さんより先に仕掛けて、野中さんをできた時点で、そうですね、もうここで、あとはその後ろの人との勝負かなっていうふうには思ってました。はい、2連覇目指して頑張ります。それで応援よろしくお願いします。じゃあ次はぜひ、明確なおたけびを。そうです、しっかりおたけびあげます。